はい。えー、テニスラジオシアカです、えー。今日はですね、あの、ジュニアテニスを語るということでですね、えー、と、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、えー、まずね、後悔しないということだと思うんですよ。こう、保護者、ご家庭に関してね。あのー、やっぱりこの、まあ、私事なんですけど、もうね、子供はもう30過ぎちゃって、もう孫もいてね、<laughs> あの、ロシアにいるんだけど、あの、奥さんロシア人でね、あのー、もう孫もいてっていう感じで、 もう一気にね、なんか、こんな赤ちゃんだったのがね、もういつの間にか、なんか親父になってて、孫もいるという、もう人生短いですね、一瞬っすよね。なので、その時今から振り返ったらね、あんなことやったらよかったな、こんなことやってたらよかったな、とかね、 で、その時もね、パパパパーとか言って、今、親父とか呼んでんだけど、パパパー、あの、これね、これやっといてよ、あれやっといてよ、とか言って約束とかいっぱいあったんだけど、も破りまくってたから、とんでもない親だな、みたいなね。あの時、こうしてよかったかな、とか言うね。そんなのがいっぱいあるんだよね。あのー、本当にね、でもま、あいろんなことあったけど、かけがえのないこう思い出なのかな、とかと思うのね。 で、その時にやっぱりやり残すことっていうのがね、すごくこう、やっぱりあるんですね。あの時こうした良よかったなっていうのがね。やっぱりジュニア時代もそうで、やっぱりジュニアっていうのも、やっぱり、なんて言うんだろう。まあ、保護者の方はみんなすごい悩んでると思うのね。もう本当にね。でも、あの、なんて言うんだろう。もうね、努力って何かって時間の戦いをね、 そんなこと言うけど、この仕事があって、あの仕事があって、これがあって、とかって、もういろんなことがあって、それでやりくりしながらやるのが、やんなきゃいけないのが、あの、現実だと思うんですよ。で、そうい、そうしてるうちにね、やっぱりなんて言うんだろう、あの、かけがえのないきっかけとか、かけがえのない思い出をね、一つ一つもしかしたら、失ってんのかなーっていう感じがするんですよね。だって、 あの、今しかないもん。だって仕事は、その時、まあちょっとずらしても、あの、なんていうのかな。何月何日の何歳のこの子って今しかない。で、その、その子供たちはまあ成長してるから、例えば12歳の今は、今しかない。で、これが14になるとまた変わる。16になるとまた変わる。えぇ、ー、ほんとそうなんですよね。あの、うち、まあ、娘いたい、あの、いるんだけど、 あの、娘ね、こうちっちゃい時にこう抱っこしたんだよね。で、その時思ったのね。あの、あ抱っこしてあげんのってもう今ぐらいなのかななんて思ってたら、こんなでかくなって気がついたら抱っこできないじゃん、とか思ってね。今になったらもっと抱っこしとったらよかったかなとかってね、もうほんと、そうなのね。で、特に私なんか家にいなかったから。 んで、まあ、それを、ま、ジュニアのね、今のに、こう、当てはめていったらどうなのかっていうと、やっぱりその、技術的にもね、やっぱりこう、伸びる時期とか、そんな時ってあるでしょ。で、あの、伸びないっていうのはやっぱり何か原因があるのねで、特に、なんていうのかな、身体能力的に、 ちょっとしたことをやれば伸びるっていうこともあるけど、それ気づかないままに、調べないままに終わっていくと、それってあっという間なんだよね。で、頭,頭の中に、あの、例えば、まあ、なんていうのかな、えー、っと、 そうだな。まあ、まあ、もっと試合、うちの子にはさせた方がいいのかなとかって思ってるんだけども、ちょっと忙しくていけないとか、もうちょっとなんか時間が作れなくていけないとかって言って、どん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 先延ばしになっていって、結局気がついたら、12歳が14、16になってたみたいなね。あの、早いっすよ、もう本当にもうね。なので、なんていうのかな、やっぱり、 こう思い立ったら傷傷っていうか、やっぱりこう気がついた時にすぐ動けるっていうことがやっぱり大事なんじゃないかな。そうしないと後悔するでしょ。で、その時でないとできないことっていっぱいあるも大人になったら後かでもなんとかって取り返しできる。子供ってもう本当にもう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月で あの、二三カ月あわないで、私の身長、この辺を抜いてるんだもん。もう、こんだけ変わってんだよね。でも、毎日見たい人って、え、そうかしらとかって言うんだけど、たまにしか見ないと、もう、すごい変わってるなっていうのを、もう、すごい感じのが、こう、ジュニア時代なのね。なので、なんだろう、こう、もし、こう、気持ちの中で、これやっといたらどうだろう、あれやっといたらどうだ、どうだろうっていうものをね、後回しにしないでね、 なんだろう。すぐ動くっていうことがね、やっぱり後悔しないコツなのかなっていうふうにね、あの、後から振り返って思いますよね。本当に、ね、あの、なんだろう。例えば、成長にしたってそうじゃない。例えば、あの、女子なんかも、えっ、ー、と、生理が、知らない人多いから言うけど、生理始まったらもう身長止まるのね。で、中には、いや、うちはもうしんあの、生理始まっても伸びましたらかっていう人もいるんだろうけど、あの、 全員が全員そうじゃないわけじゃないで、そこに根拠ないじゃないやっぱりその、うちの、うちの、うちは、あの、生理が始まって伸びたからっていうのが、それが当てはまると思うなよ、自分の我が子にね。あの、もしかしたら父親か母親の別の、別の遺伝子入ったらそれわかんないんだもん。後から、やっぱりあの時、もっとこうしたらってこうなっちゃうでしょ。その時にやっぱり、なんだろう、あの、栄養とかもっと気をつけてよかったかな、とかね。 で、うちの息子ね、私より背低いんですよ。なのにね、あの、娘ね、私背高いんですよね、私よりね。で、どんなだかっていうと、やっぱり私夜遅いから、息子、やっぱり、あの、1時2時とかで平気でき起きてたのね。で、あのー、やっぱりその、なんていうかね、もう家の中も、ちょっと私は仕事でゴタゴタやってるから、やっぱり背が伸びなかったのよ。私より低いんだもんね。 なぜか、奥さん、あの、ロシア人で180あるって言うから、ちょっと、どんな夫婦だと思うんだけど、あ,あの、お笑いだけどね。なら、今から思ったら、もう本当になんだろう、あの、子供を早く寝かせて、栄養管理してよかったな、っていう風なのにね、ものすごくね、それで子供をすごく、なんだろう、あの、気持ちの中で、やっぱり自分が背が低いっていうことを、 やっぱりずっと引きずってるだろうなとかと思うのね。あのでも、戻れないもん、その時に、やっぱりね。で、娘はどうだったかっていうと、実はもうちょっといろんなことがあって、大阪をね、大阪、例えば、あの、例えば、例えばないは準優勝したのよ。あの、試合でね、テニスやってて、うちじゃないんですよ。別のコーチにお願いしてね。 あの、準優勝したのよね。で、まあちょっといろいろ家庭の事情で、結局、やめちゃったのね。第2シードついてんのに、試合棄権しちゃったんだよね。で、あのー、それからね、テニスピタッとこうやめちゃったのね。もうその状態でね。そうしたら、まあ運動しないじゃない。どんどん背伸びちゃってね。私の背高いんだよね。で、その時にまたやっぱ後悔あるのね。やっぱり、あの時に、もうちょっと私が、 あの、起点を利かしていろんなことやってたら、ずっとテニスを続けて、あの、ペアにも、クロススにダブルスだったから、ペアにも迷惑をかけずに、あの、もっと活躍してたんだろうなって思うし、で、その時にもっと、なんていうのかな、私に知恵があったら、その運動しながらでも背を伸ばすことってできたんだろうなっていうのがね、こう、今でもこう、すごい悔やまれるんですよね。 なので、なんていうの、もう、でも変えられ、かあの、昔に戻れないもん。ね。それがすごく自分の中にあって、だからうち、あの、全身長伸ばす、どうのこうのって言ってるけど、あの、立証してきたもん、伸ばしてきたもん、やっぱり。 いろんなサプリとかの飲んでるけど、やっぱりその大事な時期ね、例えば第二世、女子だったら生理が始まる前に、もう手を打って、栄養管理とか何とかをこうやっていけば伸びるんですよ。本当に。幼稚園からでも伸びるんですよ。ね。嘘だと思うんだったら成長曲線つけてみてください。毎月毎月。思ったらわかりますからね。ちょっと運動量増えたら身長が止まるとか、そんなのを影響する子いるんだもん。 で、そういうのを立証してきたもん。でもそれはね、やっぱり、なんてんだろう。データ取ってない人が、やっぱり言い訳するのね。なので、もしその体がね、やっぱり身長伸びてないとか、そんなのがあるとか、もっと体のもっと作りたいって言うんだったら、今すぐね、データを取ればいいんですよ。あの、考え方なんかどうでもいいんですよ。あの、大事なことは数値。数値が全てだから、 それをず、あの、ずっと続けていったら、あの、わかるんですよね。でももう、年齢が遅れちゃったら手遅れだもん。ね。なので、やっぱりその、もし自分の中でちょっと気になるなってことがあるんだったら、すぐ行動する。で、あの、悔いを残さない。で、まあちょっとテネスクーさんにはちょっと申し訳ないけど、もし我が子に、あの、なんだろう、 ここの環境が合わないとか、それからここの講師とは信頼関係がやっぱりちょっとできないかなと思ったら、ここはね、もうスパッとやめちゃった方がいいのかなとかね。それをなんか気を使ってずっとズル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 やってると、なんか、なんか尾を引いちゃってるっていうか、そんな感じになるかもわかんないし。で、あそこだがいいと思ったら、やっぱり、あのー、 どうだろう周りの意見とかいろいろあるのもん、まあ聞いた上でね、まずね、どうやろうあの、行ってみて実際に本当行動して話聞いてみるとかね。そういうことが、まず行動することが大事なんじゃないのかなと思うんですよね。あの、時が経てば、もう手遅れだもん。ね。なので、あの、保護者の人に言ったジュニアテニスって何かっていうと、 もう本当時間の戦い。子供は一刻一刻とやっぱり成長していくから。で、その日々はもう振り返れない。で、後から振り返ったらそれがすごく大切な時期だと感じると思う。ね。それをよりよくいいものに、あの、するんだったら、やっぱり後悔しないようにすぐ動くっていうことがね、大事だと思う、ね。やっぱ仕事忙しい、あれも忙しい、時間も大変。 あの、学校もある、いろんなこともあるけど、今できないことっていうのは、やっぱり優先してやった方がいいのかな。そうしたら、あと後悔しないとも失敗は後からでもいろいろ修正できるでしょ。でも、あの、過ぎ去ったものの後悔はね、修正できないんですよね。それをね、やっぱり、なんて言うんだろう。まあ、自分自身の人生を振り返ってもそうだし、あの、ジュニアの保護者のず方をずっともう何にも何もいるけど見てそうだし、やっぱり後悔、 っていうのをしないためには、やっぱり、パッとひらめいたことに関しては、今、行動することなのかなーとかってね、なんかこう思いますね。あの、今日はもう本当に私のこう、ざれとだったかもわかんない。まあ、あの、賛否両論あるかもわかんないけど、あの、もしね、ちょっといろいろ自分の中で思い当たることがあるんだったら、あの、また連絡いただいたら、あの、まあ、あくまでも、 もう私のできる範囲でね、あの、やります。私ができる範囲って、もう、あの、テニススクールってのはやってないんですよ。ね。もう単発的にテーマ決めて土日でレッスンやったりとか、あと、その各各、あの、選手の、まあ、フォローとかね、そういうぐらいのことしかやってないけど、おそらくいろんな提案とか、そういうアドバイスは、あのー、多分できると思うんですよ。ね。あのー、その範囲でね、 あの、うまく利用できたら、あと、ま、教材も作ってるんだけど、あの、本格的にね、なんかこうメニューを作って売ってるわけじゃないから、話し合ってね、あの、あの、ご理解いただいていただいた方に販売してるっていう感じなのと、あと、その子に対してちょっと必要かなって思うものをオリジナルで作って販売してるとかっていう感じで、お手伝いっていう形でやってる感じなんですけど、ま、皆さんから、 あの、こんな感じのことやりたいんだけど、ちょっと教材作ってくんないって言われたら、ほぼほぼね、だいたいね、私、プライベートレッスン1時間7000円なんだけど、あの、一つの教材、まあ、プライベートレッスンの金額で収めてのね、7000円ぐらいで作ってるのね。ま、簡単なもんだったらもう1000円2000円でも作れる、まあ、簡単なものだったらね、あの、提案して作ったりなんかもしてるんだけど、あの、もし困った人がいたら、 遠くてでね、もう通えないって言うんだったら、ちょっと私の方でね、ご依頼いただいたら、そんな教材作ってお送りしてもいいのかなとかね、思います,すね。えー、まず <laughs>、そうですね、もう後悔しないために、私はジュニアの世界でもうちょっと空いてる人とかいっぱいいるけど、まず考える前に、 行動をどうするかっていう、どう行動するかっていうことをね、ちょっとやってみたいと、あの、てか、あの、おすすめをしたいと思います,すね。あの、いろいろ大変だと思いますですね、えー。でも、本当ね、全員言います。後から振り返って、そのね、あの、悩んだ時期って、あの、貴重で大切な時間で、いい思い出になってますね。あの、だから、それを信じてね、あの、皆さんも歩んでくださいね、えー。ということで皆さん 頑張ってください。